皆様ときめいてますか？占い師の青野まとです。近所に住むね、ママ友のね、ね、旦那様がね、イケメンで高収入なんだって。そんでね、めっちゃ自分のこと比べて落ち込むらしいわ。で、この落ち込むのをなんとかしたいっていうのと、ここから先楽しく生きていきたいっていうのをご相談でございます。はい、こんな女性のプロフィールをね、少し説明しますよ。はい、奥様パートのお勤めの51歳、いつもいたな。で、旦那様はね、公務員で52歳なんだって。で、そこに好きにしていいよってね、言うんだって、旦那さんね。で、おしゃれじゃないらしいよ、この旦那は。うん、だからイケメンで高収入、すごい過酷にいるんだって。で、子供は第4の子と第2の子で、女の子と男の子でね。で、まあ、同居もしてないし、両方の自分も、奥旦那さんの方も、無事、こう、親が近くに住んでいて、まだ、こう、介護とかじゃなくてね、まあ、ぼちぼちだけど、いいんだって。で、贅沢な悩みなんですよって言ってます。でも、なんとかしたい。まあ、そもそもさ、この大学2人やらせといてさ、パートのお勤めでさ、なんとかやれるっていうのがすごいよね。だってお金一番かかるじゃん、ここ。ね、私学行ってるのか、公立行ってるのか分かんないけど、まあ、どっちにしても素晴らしいよね、この関係で。で、旦那さんが好きにしていいって言ってるんだったらさ、もうすごいありがたい話だなと思うけど、奥さんとしてはなんとかしたいんだって。はーい、まあ、それはいろいろあるわね。あと、羨ましいって気持ちってどうなんだろうね。私ね、健全だと思うよ。生きてる限り羨ましくもね、人と、他と字を比べるからね、人って絶対。ね。でも、まあ、ちょっとそうは言ってもね、解決しないかんからね、奥様にしたらね。じゃあ、その奥様の、が何とかしたいんだから、奥様の四柱推命を見るね。奥様の四柱推命を見ていきます。奥様の生年月日から見る四柱推命はね、こんな感じだったんです。これのね、こことここがね、このマークがあるとね、秒ともね。まあね、悩むのは趣味じゃないけど、ぐるぐるぐるしてる。悩むの仕事だよねって、会長、私、答えちゃう。で、いくよ。このさ、この並びがすごいよね。健康剤、KO って。この前であるんだと思うぐらいなんだけど、で、あとね、何が言いたいかっていうと、その、手を持つの人って、評価されたいのよ。なんか、ありがとうって言ってもらいたいとか、すごいねって言ってもらいたいとか、なんかそういうの根底なのね。もうそんなのいいですよとかって言う割には結構そうなんだわ。だから、この方、パートさんでしょ、今。で、旦那さんもいいよって。そのね、隣の旦那さんの交渉に羨ましいかもしれないけど、そこそこ稼いでるから、旦那さんも。だからいいわけじゃないですか、そんなに働かんでも。ね。だから、ちょっとこう家の中にいるとね、パートで働いたりして、そうするとちょっとね、疲れちゃうの。だって世間が狭いんだもん。で、パワーが有り余るんだもん、私から言うと。だから、パートじゃなくてちゃんとした仕事、正社で働くか、もしくはパートでもね、もうちょっとこうやりがいを感じられる、ありがとうって言ってもらえるみたいなね。だからそこをちょっとエッセンスとして、ボランティアでもいいと思うけど、でもやっぱりお金かけた方がいいよね、私思うから。もうとにかく自分の思ったことでね、なんかこう、ちょっと頑張ってみるといいよ。もうね、悩むのここの差もこうパワーの差があるから、どうしてもね、ぐじょっとするね、ぐじょっとしてるのあなたは。だからもうこういう文面ですわ。嫌なんですって、なんとかしたいんですって言って、うん、で、これを見たら私は悩んでいいよっていう、悩むのが仕事だから、あなたの、その悩むことを否定的に捉えないでねっていう。だって悩まない人いるもん、絶対、うん、世の中悩まない人とか悩みにくい人ね、表現としては。だけどあなたは悩みやすい人だから、だからまあちょっとそこを認識して頑張ることね。で、あとはパートだな、だって子供大きいんだよ。で、本人は旦那さんがそうやって言ってるって言うけど、まあ、一応ね、ここから先幸せに生きるために、楽しく生きるためにこの方がちょっと旦那さんとの関係を次見るね。まあ、意外とそうやって言っても旦那さんがさ、不満に思っとったりするからさ、見ようね。ちょっと待ってね。旦那さんはこの方が感じている通りに好きにしていいっていうのは本心なんだね。なんかちょっと安心。だからこの旦那さんの希望としては、なんか家をね、居心地がいいのがいいんだってことなんだ。だから別に家ね、のことをね、こうなんかすごくめっちゃ綺麗にしなくていいけど、家が暖かくあればいいって言ってる旦那さんだから、本当に好きにしていいっていう通りだわ、これだと。だからそうなると、あなたが一歩前に踏み出すかどうかだね。これって楽しく生きていくためには、だってもともと自分がすごい強くあるのに、自分がしたいこと我慢してどうしてもしょうがないよね。子育てしてたり、旦那さんの生活支えたりするから。でももう50いくつだったっけ、1だったっけ。だからさ、自分の人生歩んでいいってことだよ、これって私は思います。自分の人生歩んだらいいじゃん。で、そんな中で別にね、これだとそんなに人生ときめきが大事とかそういう人じゃないのね。だから自分が一番大事なの、自分のこうなやりたいこととかしたいことが大事な人だから、もうちょっと自分の向き合った方がいいよね。で、今向き合わなかったら60になってもっと向き合えないよね。だからよかったね、羨ましいと思って暗くなって、うん、だってそのきっかけがなかったらさ、なんとかしたいと思わなかったらさ、こんな箱ならんもんね、うん、よかったね、めっちゃよかったねって私は思います。
はい、じゃあ、この方の場合は、別にそんな、チヤホヤされたいわけでもないし、この人。あにね。まあ、それ、女として生きていきたいっていうのは、誰もが持ってるからね。それはあれだけど、一番この人がしなきゃいけないことは、なんかこう、家じゃない場所で、自分を認めてくれる場所を見つけるのが一番楽しく生きてる。いつまでもぐずぐずいけない。まあ、そもそもぐずぐず言うけど、少なくなっていいですね。ちょっと伝わった？大事。あなたが自分の人生を歩んだら、楽しく生きれる人。いろんな人いるけど、あなたはそういう人。わかった？頑張ってみ。本当に。ここは頑張ってほしい。うん。で、それで、なんていうときめきが欲しいとか言ったらさ、またその時はその時で考えたらいいから、まず今は自分を満たすことがすごい大事な女子でございます。ぜひ。この動画が面白かった方は、グッドボタン。そして、ここから先ね、こうやってやっていろんな問題を見ていきたいと思います。有益な情報を発信していきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。占い師の青野真子でした。